はようございます。今日は、イタヤカエデの樹液を取ると。春にかけて休眠、冬は休眠状態だったイタヤカエデが春になってまた葉っぱを出すために水を吸い上げる。だよね。まあ、一気に吸い上げて樹液が取れる期間っていうのがだいたい2週間ぐらいなので、今はねそれを取って、まず取るための仕掛けをやりたいと、3人でやりたいと思います。チーン。でなるべくまああのこれを長さを考えてね、じゃあ間に入るとしたらまあ下面の方がいいですね。うん、もっと下行こうかな。うん、多分雪溶けて下がるかな。あ、だよねー。あ、いいですね。こんなぐらいの、なんでしょうね。そのもん？うん。そうですね。もう一回かな。もうちょっといくか。こんな感じで。ああ。だよねー。2センチぐらい。うん、です。ギリギリのギリギリのライン。調子がいい時は一晩で終わることもある。基本はまあ半分ぐらいだよね。自然のことなんで。あれもう寒くて。さあどうでしょう。おおら出てる。結構ずっしりと重みがで硬くなんか凍ってる。あ、こっちも出てるわ。無事これから繋がってポタポタと落ちてますね。なんか
さっきからね、お寿司家が泣いてるんですよね。はい、第2ポイントです。出てる、出ております。あ、ちょっとこういう感じで、どうでしょう、これぐらいなんで10リットル、10リットルだから7、8リットルということでしょうか。出てます。今でも止まってますね。出てんのかな、これ。出てんだろうな、今あったかいから。これ。ん？あ、出てるわ。もう少ししたら、まあ明日だったら満杯になるかもしれないですね。だよね。さあ、回収に来ました。アスベンチャーズチャンネル登録よろしく。まあこれで5ぐらいか。6リットルが4、6、24、20から25ぐらい、うん、2日かけたかな。だよね。まあこれをこのまま料理に使うもよ、うん、煮詰めて。ご飯炊くやってみたいね。え、ご飯炊くやつ。あ、ご飯炊いてみて。いや、うまいんだわ。なんかこれってこのまま白樺はね、そのまま飲んでも美味しいんだけど、こっちこのまま飲むとちょっと青臭いから、うんうん、そうだね、どっちかって言ったら煮魚とか、お米を炊いたり、あとしゃぶしゃぶ、うん、なんか料理に使った方が美味しいです。そう、しゃぶしゃぶなんか後半なんか煮詰まってきたら甘みたいになってくる。そう、もうすぐイタヤカエデの季節も終わってしまうんで、皆さんぜひ取ってみてください。はい、じゃあまた。